嬉野市にある特別養護老人ホーム最小園清涼館を訪問します。平成13年に開設、入所定員は50名、職員数は58名。認知症の高齢者介護に主眼を置く特別養護老人ホームです。10名程度の少人数グループでのケアを提供し、ショートステイも併設しています。介護職員34名のうち21名は県内の高等学校や大学などの出身者。県内で学んだ人材が高齢者の生き生きとした暮らしを支えています。山口県知事が見えられてます。こんにちは。次は肩の上げ下げお願いします。肩、はい、上、肩を出したまま右左右左と動かします。左、これ結構難しかったね。ね、日をかけ高い姿勢と立て立てラッパで立ち姿勢と立ちパラうーんちょっと立ちパラ。介護職員のロール軽減でですね、自動で体位交換をしてくれるので、導入することで職員がその手間を少しでも減らせると。おかゆだったりですね、ちょっとその方の超刻むっていうのも結構細かく刻んでですね、提供をしてます。はい、あーもうあーあったね。おいしかですか。はい、こういう施設はその健康管理とか食事管理というところも必須にはなっていますので、あと補食の種類を入れたりとかですね、なので一人ずつも入れます。あとそれ後に続く人たちをしっかりこう養成して頑張るのかな。新人の職員をみんなで指導して育成していくっていう形に。こういう声かけしたら利用者の方の笑顔につながったりとか、いい方向に向かった時がやっぱりこうやりがいを感じます。一職員だという誇りを胸にですね、プロの介護士としての誇りを胸に仕事をしてほしいというのは今は進めているところですね。本当に生き生きと皆さん方が介護の仕事についているということがつぶさに見れてよかったと思います。そして私自身も初めて食事をこう差し上げるということを体験してみましたけれども、非常に心がこうつながったような、そんな温かな気持ちになれたので、とっても良かったと思います。